名付け親。生まれたか。13人目ね。もう育てられない。辛抱しな。また兄弟が増えて父ちゃんも大変なんだから。そうな赤ん坊よ、なんでこんな貧乏な家に生まれちまったんだ。赤ん坊に罪はないぞよ。わしがその哀れな幼子の名付け親になって行く末を見守ってやろう。名付け親に？あんたは誰なんだ。わしは神じゃ。神様だって？冗談じゃない。誰が神様なんぞに用があると言った。神様なんて金持ちにばかり恵んであって、オラのような貧乏人には子供ばかり授けるだ。オラ神様なんか信じねえよ。それは残念じゃ。残念じゃの。ダメ。誰か赤ん坊の面倒を見てくれる人を探さなくては。私が見てやりましょうか。今何と言ったんだね。あなたの赤ん坊の面倒を見てあげましょうと言ったんですよ。本当ですか。助かります。で、あなたは？私は死神です。死神？なんだ、オラを迎えに来たってわけか。もちろんそれもあるんですけどね。冗談じゃない。ただでさえ哀れな赤ん坊なんだ。死神なんかに名付け親を頼めるもんか。まあ落ち着いて。いやー、先ほどあなたが神様の申し入れを跳ねつけたのは痛快でしたね。確かに神様は不公平です。でも私は全ての人に公平なんですよ。なるほど。そういや、死神は金持ちだろうが貧乏人だろうが区別なしに連れて行っちまうな。それに私が名付け親になれば、その子は将来とびっきり楽な生活ができるようにしてあげますよ。そうだ、死神なら公平だ。それにあの子が楽になれるなら。では死神さん、あんたに赤ん坊のことはお願いしよう。頼む。赤ん坊。承知しました。ではまずあなたを楽にしてあげましょう。まあ、そう腐りなさんな。なに、すぐに人も羨むほどの金持ちにしてあげますよ。誰だ、あんた。私は死神です。死神だって？母さんも兄さんたちも全部連れてっちまって、それでもまだ足りないっていうのか。こっち来ないでくれ。まあまあ、そう邪険にしないで。私はあなたの名付け親なんですよ。死神が僕の名付け親だって？はい、あなたのお父さんに頼まれましてね。父さんに？はい、お父さんと約束したんですよ。あなたに楽な生活をさせてやるってね。死神に何ができるって言うんだ。魂を刈り取ることしかできないくせに。やり方次第なんですよ。何かお望みのものはありませんか？それとも
あなた貧乏がお好きなんで。冗談じゃない、貧乏はもうたくさんだ。でしょ、なら私にお任せください。さあ、何がお望みなんです。金貨ですか、それとも宝石。いや、僕は医者になりたい。くそ、流行り病なんて。医者さえいれば兄さんたちは死なずに済んだんだ。そりゃどうでしょうかね。何？あ、いやいや、そりゃ素晴らしい。医者は儲かりますからね。別に金儲けなんて。まあまあまあ、いいでしょう。医者にして差し上げますよ。さあ、これをあげましょう。それはどんな病気にも効く薬草でしてね、煎じて飲ませれば立ちどころに治ってしまうというすごい代物なんです。ただし、それは私が病人の枕元に立った時だけです。何ご心配なく、私の姿が見えるのはあなただけです。だが、もし私が病人の足元に立ったら、その病人はもう私のものです。私も仕事ですからね。あなたはその病人に薬草を飲ませてはいけません。家族にはもう助からないというのです。そう、それでいい。たったそれだけのことで、あなたは有名な医者になれますよ。どうです、なかなかの暮らしができるようになったでしょう。ああ、あの薬草のおかげだ。あんたがもう少し早く来てくれれば、兄さんたちもきっと助かったのに。そういうことは考えないことです。さあ、これからが仕事です。忙しくなりますよ。どう、ほら、もうすっかり評判でしょう。何しろ一目見ただけで助かる病人かそうでないかを見分けるんですからね。大丈夫、すぐに良くなるからね。そんな、これは定めです。定めには従わなければなりません。先生、先生どうしたの。母ちゃんを助けてよ。先生、先生、死にたくない。俺が死んだら貸した金はどうなるんだ。ご主人からお金を借りてる貧乏な人がたくさんおりまして、その人たちのためには。ああ、そのようですね。うわ、苦しい、助けてくれ。まさか金を取り立てるんだ。死にたくない。いかがでしょう。これもまた定めです。さあ、早く薬草を。先生、助かります。くそ、どうしました。何をそんなに荒れてるんです。何をだって、あんたには僕の気持ちが。まあまあ落ち着いて。こんなに有名で金持ちになれたじゃありませんか。その上、あなたの望み通り医者にもなれた。医者？助かってほしい人を助けられないのに何が医者なもんか。大地、僕は金持ちにしてくれとは頼まなかったぞ。それはあなたのお父さんとの約束ですからね。医者はやめにしてもいいんですよ。ただし、薬草を飲ませれば助かるはずの人を死なせることになりますがね。そんな
なあに、他人の生き死にをあなたが気に病むことはありません。それは運命なんですよ。誰にも変えることのできない定めなんです。大山、元気が出ただよ。よかった。ありがとうございます。本当に本当にありがとうございました。お願いです。お金は少ししかありませんが、どうかこの人を助けてください。診断料をいただくことになっているので、足から。そうそう、いい調子じゃありませんか。どうやら金持ちらしくなってきた。いや、最初は心配したもんですよ。自分のしてることを人助けかなんかと勘違いしてたんですから。お、王様が。お願いします、先生。王様をお助けることができたら、褒美はいくらでも差し上げましょう。いくらでも？さよう。それに男爵の位を差し上げてもよい。男爵？この僕を？貧しい農家の出なんだぜ。王様の命が助かるならお安い御用でございます。とうとう王様のご病気を見るまでになったか。死神めうまく考えたもんだ。あいつ一体どこまで僕を担ぎ上げるつもりかな。まさか。さあ先生、早く。そんなバカな、王様を助けることになってるんじゃないのか。あいつめ、僕をもっとすごい金持ちにするつもりじゃないのか。またなんか勘違いしてますね。生きるか死ぬか私が決めてるんじゃないんです。そううまくはいきません。私もまた運命に従っているだけなんですから。どうしたんです先生、さあ早く。こんなチャンスは二度とないっていうのに。くそ、なんとかならないかな。そうだ、ちょっとお話が。お部屋の外で。ほう、なかなか手慣れてきましたね。こういう連中にはもったいをつけるのが一番。結構。こんなもんでよろしいか。結構。では手はず通りに。お待ちしてました。どうやら諦めがついたようですね。さあお別れをどうぞ。今だ。薬草をどうぞ。王様。やった。これで俺は男爵様だ。よくもやったな。王様の代わりにお前を連れて行く。悪かった。もう二度とやらない。頼む、許してくれ。助けてくれ。二度としない。王様助けて。よし、わしはお前の名付け親だから今度だけは許してやろう。だが覚えとけ、今度やったら必ずお前を殺す。
おう、そっちが助けてくれたのか。感謝しておるぞ。さあさあ、どうなされたお手柄でしたな。さあ、祝宴じゃ、祝宴じゃ。探しましたぞ。大変なんです、姫様が。お姫様が。頼む、何としてでも姫を救ってくれ。姫を救ってくれるなら何でもそっちの好きなものを褒美に取らすぞ。お言葉ですが、お姫様を拝見するまでは何とも。分かっておる。いや、そっちならきっと直せる。さあ早く早く、さあ見てやってくれ。頼む、枕元にいてくれ。おお、ダメだ、これじゃどうしようもない。どうした。さあ早く姫を見てくれ。怖い、怖いよ。子供、なんてことだ。まだほんの子供じゃないか。しっかりしてください。怖いことはありませんよ。命が惜しくないのか。どうだ。それが。頼む、なんとか助けてくれ。そうだ、姫を助けてくれたら、おいをそっちに譲ってもいい。頼む。私だって救って差し上げたい。だったら頼む、なんとか。助けて。何を考えている。死にたいのか。助けて。嫌だ、俺だって死にたくない。そうだ、それでよろしい。さあ時間だ。薬草の用意を。おバカな。これは命の灯火ですよ。ろうそくの長さが人の寿命を表してましてね。それがお姫様のです。なんだって。じゃあお姫様は助からないのか。いいえ、薬草をお飲みになりましたからね、助けてあげなくちゃならなくなりました。本当に助かるのか。はい、こうやって長いろうそくにつけ足すんです。お姫様、何をしたんだ。そう、あなたのろうそくですよ。お姫様を救うには誰かが死ななきゃならないんです。もう王様の時のような特別扱いはしません。そんなもの当てにしちゃいない。何、死ぬと分かっていてやったのか。そうさ、あんたには分からないだろうね、なぜこんなことをしたか。でもよかった、命がけでやってみてよかったよ。医者になれた。おお、
じゃお父様よかったの先生どこへいらしたんです。先生